1200万人の全プレイステーションポータブルユーザーに次ぐ2009年7月30日、新たなるアーマードコアの歴史がここから始まる。戦場はポータブルへ。あの名作アーマードコア3がプレイステーションポータブルで超進化。適正力を確認しました。目標の回収を急ぐ。レイムが追ってきている。なんとか機体が持ちそうにない。何のつもりだ。今通信が入りました。バッティ、敵を積み荷に近づかせるな。了解。いただきは補給車を用意してくれました。有効に活用してください。メインシステム戦闘ルート使用する。お互いせいぜい協力するとしようか。破壊していくしかない。こちらからの人生の爆弾を設置してください。もう時間がありません。待たせた。扉が封鎖されていきます。急いでください。全アーマードコアファン待望のアドホック通信によるマルチプレイがついに実現。さらにアドホックパーティーで全国のレイブンと繰り広げるオンライン対戦も。人類史上最高のレイブンは誰なのか。アーマードコア3ポータブル、7月30日、戦闘開始。